はい、こんにちは、上山由紀です。今回はですね、9月のベスコスを紹介したいんですけど、すいません、かなりね遅くなっちゃって、実はあのカメラをね新しく買ったんで、それで撮ろうとしたらなんかあの美肌モードがついてた、まあ今のもついてるんですけど、ぶっちゃけで、なんかそっちで撮ったらなんかもうね、肌がすごいぬるっとして、しかもなんかめっちゃ美白になって、ちょっとアイシャドウの質感とかねお伝えしにくいなって思ったので、ちょっと結局前のカメラで撮ってます。はい、ということでね、まあもうすでにちょっと6日なんで、あのちゃちゃっとアップしたいと思います。では早速どうぞ。はい、では早速紹介したいと思います。まずはこちらです。ファンデーションです。クッションファンデです。こちらがですね、スピキア V3 エキサイティングファンデーションっていうクッションファンデなんですけど、こちらがまず口コミでいいなと思って買ったっていうのと、で実はこれあの普通の店で売ってなくって、いわゆる美容院とかなんか個人のサロンさんでしか多分お取引をしてないブランドみたいで、なので私が今たまたま通ってる美容室の方で取り扱いがあったので、そこでお試しもできたので、それで買ったんですけど、まず特徴としては色が一色のみで、でなんかあの肌に塗ってしばらくするとその自分の肌色になんか馴染んでくるらしいんですね。なんかあのほらリップのさペーハーの色変わるみたいななんか多分ああいう感じなんかも知らんけどっていうので、まあ色が一色っていうのと、あとなんか、韓国とかで結構あるんですけども、なんか細かい針が入ってるらしくって、それがお肌に刺さることによってなんか張りとかツヤとかなんか美容成分が入りやすいみたいな感じのが、これ日本の会社なんですけどなんか入ってるらしくって、ね、なのであの下地はあんまり塗るのはおすすめしませんみたいなこと書いてるんですね。なんか効果が薄れるみたいな。なのでもう、乳液までスキンケアしたらいきなりこれを塗ってますけど、なんか崩れもすごい崩れにくいし、マスクもつきにくいし、崩れても綺麗なんですよね。で実はこれ私ちょっとお出かけをしてきて、でこっちの鼻だけ塗って、こっちは鼻かんでそのままなんですね。ちょっとね今アレルギーでねすぐね鼻こう拭いちゃうんで、なのでこう見ると赤み結構消せてるかなと思います。はい、でまああの一応商品説明的にはテカリにくいみたいなこと書いてるんですけど、まあ塗ったらめちゃくちゃツヤなんですね。まあ、ツヤになるんで、まあ私はパウダーで抑えてはいるんですけど、ただその後テカリが出てきてもかなり綺麗です。もうツヤって感じで、なんかもう皮脂崩れっていう感じはあんまないですね。だから結構こう便利かなっていう感じです。はい、でそうだこれ開けてないですね。でまあ開けると、まあ、こういう感じでクッションが入ってるんですけど、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、穴がプチってなってて、でここ押すとブチュって出てくるんですよ。でこれを取って塗るっていう感じです。はい、なので、でリフィルもあるらしいんですけど、これ本体価格が8800円でちょっと高いんですね。だからまああれだな、あの下地を塗らなくていいっていうので考えるとまあまあまあっていう値段ですけど、でリフィルもあるらしくて、ちょっとそっちの値段は今わからないんですけど、まあ、ただなんか人気らしくって全然生産追いついてないのか、なかなか手に入らないんですよね。残念ながらね紹介しといたあれなんですけど、でリフィルが本当になんかないらしくってこれ欲しいんですけど、だからまあちょっと探してます。はい、でもすごい好きです。なんかもう何も考えずに塗れるなっていう感じです。はい、なのでちょっとリピする予定ですね。はい、そしたら次の商品に行きたいと思います。はい、次はアイシャドウです。じゃん、こちらがねちょっとね読み方がもうすべてねクシスレフェットちょっと書いておきます。でこれ実はちょっとご提供いただいた商品なんですけども、インスタの方でかなりね色味が私好みですごい使いやすかったので普通に紹介しようと思って、はぁ、なんか落としたせいでちょっと角がね今やばいことになったり、ちょっといいよ、こんな感じです。かわいいでしょ、私がすごい好み。
絶妙にね、ちょっと赤みブラウン的な感じですね。あ、このぐらいの色味の方が濃いな、うん、で、今日も塗ってます。はい、重ね方としては、普段結構こっちべったり塗る場合もあるんですけど、こっちのちょっとパール系の、ブラウンのラメを全体アイホールに塗って、でちょっと色味足したいからこれをちょっと重ねて、で際はこの、焦げ茶ですね。でこの目の下のここもまたこの白っぽいパールを塗ってます。はい、でこれなんか3色出てて、ちょっと画像だけまた出してくんですけども、もう一つがすごい使いやすいちょっと薄めのブラウン、あの OL さんとかはいいなっていう感じのちょっと薄めブラウンと、あと超ラメラメだけのなんかほんとグリッターっていうだけのパレットと3種類出てて、でまあちょっと全ていただいたんですけど、私が一番使ってるのはこの今の予備ですね。1番かな、はい、1番です。でなんか9点とかで取り扱ってるので、またね9点ずっとねなんか割引の、 あのチケット出てるんで、よかったらね見てみてください。おすすめというか、まあ何回も出てるんですけど、今日も塗ってるのはエトセのリップエディションの06です。これほんとマジでいい、あの歴代最高を超えましたね、オペラ何よりね色の残りがまんべんない、あの唇の縁だけあの残るっていうのがオペラとかね他のティントリップでありがちなんですけど、これは全体的に色が残るので、本当にご飯の時は絶対これがいいです。ご飯食べてもまあまあ残るので、なんか他の、まあ、ティントとかだけどちょっと色残りが微妙だなっていう時とかは、まあ、あのそれの色との相性もありますけど、もうこれをベースで塗って、上からティントのちょっとグロスっぽいのとかなんか他のリップとか重ねてたりもします、私は。うん、本当にもうこれいい、結構見えるかな、結構減ったね。まあなんかねたまに塗ってない日とかもありますけど、多分これはもうこの冬中に使い切ってもう一本いくかなっていう感じです。はい、めちゃくちゃ使いやすい。でこれ単品でもいいしね、本当にあのまあなんかよくみんな結構オペラのリップをもうあの普通のリップクリーム代わりに塗りますみたいなこと言ってたりするけども、これがいいですね、こっちに変わりました。はい、という感じでね、まあ、実は結構9月はあのさっきもちょっと話が出た Q10 っていう韓国コスメが、強いあのショッピングモールサイト、まあ、なんかヤフーとか楽天とかみたいな個人のお店がいろいろ集まってるあのショッピングモールがあるんですけど、そこで大々的な割引のセールがあって、でそこで結構大量に買ったんですね。なのでちょっとそれの、まあ、全部は使い切れてないんですけど、とりあえず使ったもんを、紹介する動画を別で撮ったので、またそっちでもねちょっと紹介していきたいと思います。はい、ではね10月は多分エクセルのアイシャドウかなが出たりとか、まあでもちょっと年末のクリスマスコフレに向けてちょっとこうペースは落ちるかなっていう感じですね。なかなかちょっと違う話題とかも動画出しつついこうかなと思ってますので、また見てくれると嬉しいです。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、高評価のグッドボタンよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。